どうもプロ最弱アスリートシダパンです。 YouTube 体育大学トップアスリートフィジカル分析編、大晦日にあの名勝負を繰り広げてくれると思います。格闘技界のもう瞬発力界の格闘技、朝倉海選手でございます。朝倉兄弟もね、2020年の顔といっても過言ではないでしょう。そして、大晦日に江口恭司選手との大一番を迎えるということなんですけど、瞬発力が出る肩甲骨の使い方、こちらね、ロシアンフックで説明ができるんですよ。どのスポーツでも大事なロシアンフックなんですよ。これから本当にいろんなスポーツにつながる。いいロシアンフックいきましょう。いいロシアンフック、これです。で、悪いロシアンフック、これです。もう分かったね、多分やばい、バレたかな。活動してください。というわけで、ロシアンフック言ってますよ。完全にイゴール・ボブチャンチン世代。知らないですか？知らないですか？名前しかわかんない。イゴール・ボブチャンチンですよ。桜庭和志をタコ殴りにしたイゴール・ボブチャンチンですよ。結構このフックのパンチをやる選手の体の使い方ってめちゃくちゃいろいろあるんですよ。全てのスポーツにおいて肩甲骨は大事なんですけど、共通するどのスポーツでも大事な肩甲骨のポジション、そしてその他の条件っていうのがあるんですよ。それが朝倉海選手はやばい、総格闘技界の瞬発力界の総格闘技です。分かんない意味が。もうちょっと映像見てください。こちら荻窪選手との試合、これアッパーやばいです。僕が一番すごいなと思ったのが、このね、佐々木うるか選手とのね、ライジンでの試合、顎折ったんですよ。ああれか、右フックをちょっともみくちゃになって、リングコーナー際で右フック入れて、うわ、まあ、失神はしてないですけど、もう顎折れたんですね、一発で。ああこれで折れちゃったんだ。で、普通にこの軽量級で顎が折れるって半端じゃない力なんですよ。でも朝倉海選手の体見たらそんなにゴリゴリじゃないですよね。まあ、軽量級っていうこともあって腕が太いかって言って腕太くないですよね。力の伝達が半端ないんですよ。半端ないんです。半端ないんです、本当に。で、朝倉海選手の、僕の格闘技の選手としてすごいな、トレーナーの目線で見てすごいなって思うのは、かなりね、立ち回りをする中で結構こう体の向きとか、相手との体勢が入れ替わる中でも強いパンチを打てる選手なんですよ。反対にいるのは分かりますよね。自分のポジションじゃないと強いパンチが打てない選手も分かってますよね。分かってますよね。誰？ジェロブレバンナっていう選手です。ジェロブレバンナ選手はここにいたらもうすごいですよ。ただもう相手と対戦入れ替わったらもうね、マーカントに KO されちゃうっていう話なんで、あ、ごめんなさい、ベルナルドにも KO されてました。でもこれ何が違うのって言ったら、多様性があるんですよ。いろんなポジションでもいい肩甲骨のポジションを作れてるのが朝倉海選手なんですよね。もう一個映像見てみましょう。これ相撲をやってる映像なんですよ。200キロ近い体重の人と朝倉海選手が相撲してるんですけど、普通に押し出すんですよ。めちゃくちゃこう回転しながらですけど、最終的に投げるとか足引っ掛けるじゃなくて押し出すんですよ。やば。巨漢の選手は肩甲骨のポジションをこう体が入れ替わる中で押すポジションに行けない、なんか力入んないんですけど、朝倉海選手はこう体を入れ替えながらずっと力を加え続けれる肩甲骨のポジションにあるんで押し切れるっていう、これめちゃくちゃすごい例なんですよね。この動画面白いんでぜひ見てください。で、何が違うのっつったら、これジェロムレバンナです。これジェロムレバンナ、これ朝倉海です。ジェロムレバンナでしょこれ。いや、わかんねえな。ビデオいるよ、ここにビデオ。まあでも一目瞭然なのが、体幹が崩れてるかどうかっていう話、まあ、これまっすぐですよね。まあ体幹のスタビリティがちゃんと効いてる状態で肩甲骨が振りに動くか、肩甲骨から背骨とか肩甲骨から胸、筋肉がいっぱいつながってるんで、肩甲骨が力入っていろんなポジションに動くと腹筋抜けちゃうっていうのが、まあアスリートの普通の人ならそうなんですけど、体のコアが入った状態でも肩甲骨のいろんな筋肉が働いても抜けないし、でも抜けないだけはいるんですよ。抜けないで動きがちっちゃくなっちゃう人います。でも朝倉海選手は抜けないで入れたまま超ダイナミックに動かしてもさらに抜けないっていうのが朝倉海選手の使い方。これが、肩甲骨と体幹の分離って言います。ユーキャンボールペン時講座を終了しています、私のうち。ちゃんとやってますよ、私。汚っ。上がりました、レベルは。で、これはトレーニングで見せていきたいものなので、ぜひとも次ちょっと行ってみましょう。行きましょう。シダパン。朝倉海選手になるためのトレーニングっていうのを考えていきましょう。今の理論を
今の体の使い方をどうやったら自分に身につけられるかをちょっと自分なりに考えてみたんで、もう水も飲みますよ。何時間ですか？3時間近くやってますよ、ね、やってますね。仕事です YouTuber。 限界ですよ体が。これ連続で何本も取れるんですよ。もうフィジカル分析が結構大変なんですよ。ではやってきます。もうねお手軽な筋トレでやれるんで、プランクですよ、プランク。体のラインを見せれるために、ごめんなさい、脱がしていただきます。脱ぐんだ。体幹トレーニングなんですね、それが必要だと思って。いや、もういらねえんだよそれマジで。体幹に必要な、いやもうこれで疲れてんだって。プランクやりますよ、はい、プランク、プランク、プランク。これで体幹、プランクの要素っていうのはお腹も固めて、で肩甲骨でもちゃんと支えるっていうのが大事なんですよね。で一応あの肩甲骨のこの立交、こういう動き、この前鋸筋に力入れるような操作もプランクではあるので、まあ、ちょっとそちらのトレーニングっていうのをあいつ、うわ、どう忘れした、サニーブラウン選手の動画にまとめてるので、そちらぜひ見てからこっち見てもらうともっと分かりやすいと思います。で肩甲骨を使うためにはただのプランクだとこうじゃないですか。胸の位置をできるだけ高くします。こうじゃなくて高くします。こうすると前に肩甲骨を出してるようなポジション、まあ、パンチのようなポジションですよね、うん、この状態だと物に力を伝えられるポジションだし、腕振りでも前に乗り込む、スピード出す時に腕を振り込んでいくようなポジションになるので、腕振りとか、投げる、打つっていう動きに近い状態を作ります。これができてれば物に力を伝えられる、うん、だからこうなっちゃいけないですよ。この状態でキープします。でかつお腹は、お腹へこましておきましょう、うん、お腹へこましておきます。ずっとへこましておいてください。ボテッと出ちゃうと体幹のインナーマッスル抜けて背骨が崩れてるんで、朝倉海選手はパンチで肩甲骨を動かしても崩れない、お腹へこました状態をキープできてるとこなんで、へこましておきます。でこの状態でじゃあいろいろ動かしてもお腹も肩甲骨も崩れないかってことなんですよ。へこましたまま前後に動いてみましょう。まず前後に動いてみましょう。でエラーパターンはこうやって動かした時にお腹が抜けちゃうのと、肩が、胸が落ちちゃう、うん、胸が地面から遠い状態を作ったまま前後にできてる。これ結構きついっすよ、うん、でお腹もへこましておく。お腹は自分で分かると思います、へこますのがダメになっちゃう。で左右向きます。左右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 、こうじゃダメですよ。胸を上に上げたままきつい、前鋸筋っていう筋肉がきついです。脇の下がきつくなってきます。で最終段階、これセカンドステージね。サードステージは回します、回します。お腹へこましててね、でお尻が高くなっちゃダメです。胸だけ高くてお尻と胸は同じ高さで回していきます。女みたいな声でさあってつらいよこれ。本当にジロベルバンナーは今は僕と同じ声出します。朝倉海選手はもうそこからすっと、なるほど、もうすぐあの秋葉原に行く服着て、服着てね、あの不良にポイ捨て、ポイ捨てをね注意してバク転したりなんかしてすると思いますよ。だちょっと肩甲骨のこの前に出したポジションのままいろいろ動かしても体幹が抜けないみたいな。前後動かす、横動かす、回す、反対回しっていうのをそれぞれ30秒ずつとかね、インターバル10秒とかでやると結構きついと思います。きつい。以上が、朝倉海選手から学ぶ瞬発力を出すための肩甲骨の使い方。肩甲骨が動いてもお腹は抜けないから力が伝わるですし、肩甲骨を前に置くようなポジションをトレーニングで身につけていくと、ちょっと朝倉選手の瞬発力、細い体でも強い力を生むっていうのができると思います。これはもう投げる、走る、いろんなスポーツでできると思いますので、自分のスポーツに置き換えて考えてみるといいかもしれませんし、僕もそう考えたいと思います。以上が、今回のフィジカル分析の内容でした。次回のフィジカル分析でも、格闘家だけじゃなく、スプリンター、サッカー選手、バスケ選手、いろんなスポーツ選手、分析して最高の体を作るためのトレーニングを一緒にね考えていきたいと思いますんで、リクエストぜひともコメント欄でよろしくお願いします。次回のフィジカル分析も刮目してください。ではまた。